はい、マナ帝国です。こんにちは。高松観賞魚さんが、なんと50何年の歴史を、閉ざすっていうんですかね、ピリオドを打つような、連絡が5件ぐらい入っております。ツイッターと、YouTube のねコメントでもう決定したみたいな言い方してる人もいます。高松観賞魚さん閉店しますよってね。岡京子さんからね、連絡ないんですけどね。ちょっとね、今奈良の帰りでもう寄れるので今からもう突撃取材ね行って真相をね、聞いてこようと思います。はい、どうしたんでしょうかね。体でも悪したんかな。はい、高松観賞魚ね、やってまいりました。まあいつもと変わらない雰囲気なんですけどもね、サービス品とかありますけどね、いつもとねあんまり変わらないんですけど、まだねお母ちゃんと喋ってないんですけど、はい、先にね、外の雰囲気を撮らせていただきたいと思います。はいね、こういう魚もいつも通りですけどね。ただちょっとね気になるのが、見てくださいね皆さん、ここにね金魚半額って書いてるんですよ。金魚半額って書いてるんですよね。ちょっと中見てみましょう。いや何も変わってないですね。あ、半額にしますって書いてあるな。金魚半額。あーでも在庫も少ないですね。金魚半額って書いてますね皆さん。ちょっと今日ざっとね、撮らせていただきますけど、これも500円ってことですよね。金魚半額、これも500円でいいわけ。お、なんか珍しい魚が入っておりますけど、ナイフ。巨大プレコね、はい、エンドリーケリー、これもね前から言ってますけど、バンピラこんなんおったっけ。オスカーもね、皆さんいてます。もちろんねいてます。ちょっと今日はね店の実態をね、取りに来たんで、ちょっとお魚は、簡単にね取らせていただきます。一応在庫ねパーッと見てください。いろいろ、まあ、前から変わってないのもいますけども、あ、プリストルの赤がいてますね。あ、ブリストルの赤がいてますよ。これうちにもおるやつやんか、これ。ん？ブリストル？ほんまこれ。マジで？マジですか？ちょっとお母ちゃんとこ行ってこわ。なんかようわからんけど。聞いてきます。半額、オール半額って書いてますね、これ。ちょっと行ってみたいと思います。向こう行ってますね。ちょっとお客さん入れるからね。はい、お母ちゃん。こんにちは。なんかいろんな噂が流れてるんだけど、何？これ半額って書いてたりするけど、これねずっと私のツイッターやら YouTube やらでなんかいろんな噂が流れて、お店が辞めるでって言われたんやけど、俺そんな聞いてへんでって言って今日聞きに来てんけど、どうなんすか？本当ですよ。え？辞めちゃうの？いや、お母ちゃんは残るから。お母ちゃん残る。どこに残る？あの店に残る。前に。お母ちゃん。え、ほな、この、こっち側の店を、もう辞めちゃうの。辞めちゃうというか、誰かに手放す。あ、一応さっき聞いたんですけど、他のね、熱帯魚屋さんが、ここを、ちょっと、熱帯魚としてね、お店をするようです。ね、それが、3月の1日から ?3 月の1日からで、ほんで、まあ今、在庫あるでしょ？これは、まあお母ちゃんの在庫なんで、はい。熱帯、あ、金魚半額って書いてましたけど、一応全部半額？熱帯魚、魚も半額ですか？もう魚を全部半額にして、もう明日、明後日しかないので、2日間しかないのでね。そうやね。じゃあ明日火曜だから休みやね。明日火曜休みや。28、29、水木とね、半額セール、しますということで、いっぱい買いに来てください。半額以下になるかもしれないです。いっぱい買ったらね、それはね、いっぱい買ったらね、そう。
1匹でも半額だけど、まあ、まとめて買う人だったらね、もうちょっと安くしてくれるかもしれないけど、ちょっと寂しいね、お母ちゃん。なんでもう、なんでなの、ほんまに。長いな、ここ何年やったの。58年。58年の歴史がね、これ最後の YouTube になりますよ、ここのね。まあ、最後言っても、お母ちゃんの顔は見に来ますから、まあ、動画撮りますけどね。この、高松観賞魚の、ショップ紹介はもしかしたらこの中ではこれが最後やな。最後になるわ。最後が俺でよかったんでしょうか。まあまあ決まったんやからしゃあないわな。お疲れさんやね。お疲れさんやった、ほんまに。まあみんなみんなコメントくんねんよ、あのお母ちゃんの顔見に行きたい言うて、ほんで親子三代でお世話になってますんでやめてもらったら困る言うて言うお母さんコメント来てるんやで。あ、ほんまやで。もうみんなもうやめたいと思ったんや、びっくりしたか俺。やめてんやめてんって。俺何の連絡ももらってへんでってということで、まだ向こう側はまだちょっと残って向こうの方の熱帯魚の方が向こうちょっと見に行こうかね。そんなことで、はい、ここもねちょっと撮らせていただきましょう。在庫をね見ておきましょうか。エンゼルがようけおるんやん、ここほんまに。エンゼルがようけおってね、魚の状態皆さんめちゃくちゃいいんでね、ほら状態いいですよ。まだアロアナも上おるんでね、ここにシルバーもいてるし、ベニオキンでもいてるしね、プラティとかミッキーとかね、この状態で皆さんいてますんでね、よかったら見てください。これ落としたら大変な。いやいやいいよ。もうおらんになったら言うといて。魚帝国持って帰ったら言うて。言ってください、はいね、こういう風にね。そう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 、ここもねラミーズテトラもいてますし。そうやろ、痩せたやろ、お酒やめてほんま、すぐ痩せたわほんま。マジでお酒の効果です。こうやな、このこれいいよな、ま、これはあれよ、東さんもあさって来ると思うよ多分ね。東さんも来るわ絶対。グッピーのメスもオスもいてますんでね、皆さんね。うわー、このな、ここはまだね当分ね、大丈夫やな、おばちゃんな。そうやな、そういうことでね、皆さんこう在庫いてますんでね、皆さんちょっと見に来てあげてください。本当に寂しくなりますけどね。あ、これな、ネオテトラもな、5匹で500円な、ほんまやったら。あ、電話鳴ってるで。あ、ここもね、そのメダカもいてますんでね、皆さんね、メダカも、はい。いやー、58年ね、頑張りはった背中ですよ皆さん。本当にちょっと寂しいなあ、ほんまに、ね、皆さん58年、皆さんね、いろんな人が来たと思うんですよ。もう最後の方に、最後に私が来れたもね、嬉しかったです。本当に撮影してよかったです。ここね、一番気に入ってるショップなんで、ショップだったんですけどもね。だからこの一角ね、こっち側が本店です、こっち側別館ですわ。別館の方で、他の熱帯魚屋さんが、曲がりするんかな、どうかわからないですけどやるんかなっていうふうな、まあ内容は言えませんけども、どなたがするんかはね、私からは言えませんねんけども、そういうことらしいです。はいね、まあ高松観賞の名前は多分残ると思うんですけども、あとはお母ちゃんね、またはっきり決まったらまたね、撮影しに行きたいと思いますので、3月1日以降また見てください。よろしくお願いします。お母さん、皆さんお疲れ様でしたって言ってあげてください。お母さん、ね、おばちゃんを撮れ、お母ちゃんを撮れんけど、もう皆さんどう綺麗にさ、結局はここはまだちょっと残っとくのか。おばちゃん元気よ。で、向こうはもう3月1日からバイバイ、バイバイ言うたら寂しいやんか。まだ当分空いてんよね。おるおる、ずっとおんねんね。1ヶ月はおるつもり。1ヶ月、うん、この店を、こっちの手前側の店、奥側はもう3月1日から離れんねんな、離すんやね、奥側ね。ほんでこっちはまだいてんねんね。まだここが決まってない。いや決まってるけど、お味もらえない仕事、店ができへんやん。そうや、あ、そうか。ということは1ヶ月間ねやってるんだよ。で、半額セールは朝2日間だけやな。
当分一応その先分からんで、あそう先はね、まあとりあえず2日間目処で皆さんね来て、皆さんありがとうございました、お金もお疲れ様でした、お疲れ様でした、すみません長い間お疲れ様でした、ありがとうございました、ありがとうございました、いや皆さんほんまにありがとうございました、皆さんも体に気をつけて、いやいやお母ちゃんこそ、俺は取りに来るからねまだもうそうやろ、これ池最初に作ったのこれ、もうこれはこの池巣は平成6年、平成6年にこれ作った、うん、へえこれな、ペンキもお母ちゃん塗ったんこれ、これはあれや酒屋さんした、酒屋さんした、これは全部おばちゃんの色塗った、おばちゃんとおばちゃん、下もこれ水が流れるなってんの、あ排水ついてる、あ排水ついてるよお前、これ向こうの駅おばちゃんとおばちゃんが来ない、おばちゃんとおばちゃん来ないだ、へえこれこれつ、あほんまに2人で作りはったんこれ、すごいなこれ、2人でやったんこれお父さんが足は大丈夫な時に、お父さん若い時な、元気やってるな、あそうか、あはいこれ見てや、もうこれこれな、いつも言うよ扇風機で、赤のライト最新型の扇風機わあ最後に、ここも最後ですよ皆さんね、このお母さんとこの動画をね、これが最後ですから、はい、なんか寂しいな、こういうね、ザ熱帯魚屋さんがねやっぱいいんですよ、人間国宝にもなったしな、ね、隣の人間国宝にもなったしな、ほんまに国宝やねほんまにそうやな半額、半額、田舎のおばちゃん、カノマのおばちゃんです、カノマのおばちゃんです、カノマ村のおばちゃんです、もうなんか言葉が出なくなりました私ね、あの時計も見てくださいよ、ね、時計も割ってますからね時計時計まああの皆さんね、あと2日間、ね、とりあえずはこの店のね、半額セールしてください皆さんね、お母さんね、お待ちしております、お待ちしております、よろしくです。